FM どつか。6月23日金曜日11時となりました。今日も福祉情報発信番組ラジオファミリアのスタートです。さて、久しぶりの4年ぶりのチャリティープロレス土曜日に行われましたけれども、本当にたくさんの皆様に来ていただき、懐かしい方にもお声をかけていただき、この後オープニングの最後のところでこのチャリティープロレス T シャツプレゼントのお知らせもしていきますのでね、メモの準備をしていてください。このチャリティープロレス、被災地復興支援のモレラ東戸塚チャリティープロレス、これが正式名称だったんですが、たくさんの皆様に義援金箱にも義援金を入れていただきましてお預かりしております。さあ、この後 T シャツプレゼントのお知らせもありますしね、今日はほおずき市、妙法寺のほおずき市のプレゼントのお知らせもありますので、メモと筆記をご用意して FM どつかの番組どうぞ注目してください。さて、お会いした懐かしい方はえじりさんです。ふれあいのえじりさん、お元気そうで何よりでした。こうやって放送以外にも地域のイベントをモレラパークで行うことで、懐かしい皆様にも声をかけていただき、幸せなパーソナリティ妙理の時間でありました。今日のスモールコミュニティのつながる翼、最初のメインコーナーは90歳の母、車椅子散歩と手作りエプロンと題して、函館に帰ってきました、その時の様子リポートしたいと思います。ラジファミ伝言版は花だより、今日は高妻さんから幻の二輪草、そして那瀬の妙法寺ほおずき市プレゼントのお知らせもこのラジファミ伝言版で、さらにペンペン草さんから友達という素敵な詩が届きました。福祉イベント紹介コーナーは患者家族の滞在施設リラの家の挑戦と題して、クラウドファンディングのもう後半になりました、具体的なその方法、応援したいあなたにお届けします。ラジオファミリア、今日も約1時間お届けしていきます。さて、チャリティープロレス T シャツプレゼントのお知らせ、6月17日の土曜日にモレラパークで行われましたモレラ東戸塚チャリティープロレス、プロレスの他にも地域のダンススタジオグローアップのダンスパフォーマンス、そして神奈川県空手道連盟黎明会の、片演舞、これも、披露していただきました。ご来場いただいた皆様、配信でご覧いただいた皆様、ありがとうございました。感謝を込めて大日本プロレス、そしてプロミネンスの選手の皆さんのサイン入り T シャツをプレゼントします。プレゼントの応募は簡単です。メールアットマーク fm-totsuka.com、 いつも、お手紙をくださる、メールをくださるこちらにチャリティープロレスプレゼントと入力して、ほおずき市プレゼントもあるのでね、区別するためです。氏名、住所、電話番号、番組や FM 戸塚への感想、プロレスに関する興味などのメッセージを明記の上、メールにて応募してください。6月30日金曜日24時締め切りです。先着順での受付とさせていただきますのでご了承ください。さあ、それでは今日も始まります、ラジオファミリア。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、一人一人の笑顔のために日々活動している社会福祉法人方向会、以上3社の提供でお送りします。さあ、今日の1曲目はこの曲、スタンダードジャズ、黒いオルフェです。
それでは読売新聞ニュース2つお届けしていきます。最初は認知症の行方不明者過去最多のニュースです。去年1年間に全国の警察に届け出があった認知症の行方不明者は延べ1万8709人で過去最多を更新したことが警察庁のまとめで分かりました。2012年から10年間でおよそ2倍に増えました。何度も行方不明になったり亡くなったりする人もおり、警察庁は名前や連絡先を書いたものを身につけさせてほしいとしています。警察庁によりますと、去年の認知症の行方不明者は男性1万314人、女性は8395人。各地の警察はコンビニ店やガソリンスタンドなどの民間事業者に協力を求め、不明者の特徴を周知するなどして早期発見に努めています。また警察犬を投入したりドローンで捜索したりすることもあるということです。こうした対策で不明者のうち 77.5% は届け出を受けた当日に所在が確認され、1週間以内では 99.6% に上りました。しかし電車にはねられるなどして亡くなる例もあり、去年の死者は491人に上りました。次のニュースは大リーグのニュースです。7月11日にシアトルで行われるオールスター戦の先発野手を決めるファン投票の一次投票の結果をアメリカ大リーグ機構は昨日発表しました。エンゼルスの大谷翔平選手がアメリカンリーグの指名打者部門で1位の264万6307票を獲得してリーグ最多得票となり、3年連続3度目の出場を決めました。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。さあ、それでは天気予報です。まずは外境からお届けしていきます。そしてその前に注意報なんですが、現在は強風注意報、波浪注意報も解除されています。前線が下中から日本の南を通って日本の東へ伸びており、前線上の関東の東には低気圧があって東北東へ進んでいます。神奈川県は曇りとなっています。23日今日金曜日は前線上の低気圧は日本の東へ進み遠ざかりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方からは雨の降るところがあるでしょう。それでは横浜地方の今日と明日を詳しくお伝えします。今日23日金曜日です。南の風、曇り、ところにより夕方から雨となるでしょう。今日の降水確率はこの後午前中は 10%、 午後と夜は 20% です。明日24日土曜日は北の風のち南の風、曇り時々晴れでしょう。明日は1日を通して降水確率 10%、 明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は明日は29度、今日の日中の最高気温は27度ということです。スタジオも暑いです。まあ、機材もある影響があるんですけれどもね、水分補給をしながら今日もお届けしていきます。お出かけの皆様も、そしてお家にいる皆様も声を掛け合いながら水分補給など休憩をすることも確認し合いましょう。以上、天気予報をお伝えいたしました。時刻は11時12分を回っています。さあ、今日お届けします平和を願う歌、なんと63回目を迎えますけれども、今日はね、実はチャリティープロレスがあったのが17日、翌18日日曜日、父の日がね、カフェコッチさん、イオンスタイル戸塚店の2階でのユリハープコンサートだったんですね。まあ、そこでゆりさんの素晴らしいグランドハープの演奏を聞きながら、
エーデルワイスを聞きながらずっと余韻が残っています。今日はエーデルワイスをピンクマルティーニでお届けしていこうと思っています。ピンクマルティーニのドリームというアルバムの中の14曲目、エーデルワイス。エーデルワイス、毎朝君は僕に挨拶してくれる、祖国を永遠に祝福したまえ。それでは63回目の平和を願う歌、エーデルワイスです。時刻は11時16分です。そして相模湾に面している横須賀市佐島のお天気カメラの映像、今右手に虹の方向に見えます江ノ島がね、くっきりと浮かんでいますよ。江ノ島の映像が見える佐島のお天気カメラ、波は穏やかです。さあ、それではここからはスモールコミュニティのつながる翼のコーナーです。今日はテーマ20分の車椅子散歩。90歳の母は函館の介護施設にいます。妹がそこから20分ほどのところに住んでいて、自転車で何度も何度も行ってくれるんですが、私は月に一度帰ろうと決めました。その母との念願の車椅子散歩外出が叶いました。そして手作りの介護エプロン、ね、赤ちゃんはスタイって言うんですがね、なんていう風に表現したらいいかちょっと調べましたけどね、介護エプロン、まあ、母にエプロンを作って持っていきました。そんな話題をお届けしていきます。先ほど認知症のニュースもお伝えしましたけれども、それぞれの方が介護なさって頑張ってらっしゃる、そんな姿をこの放送ラジオファミリアでもお届けしていきたい。等身大の娘として私が母とのやり取りをお伝えすることで、うちはこんなに大変なんだよ、そんなものではないのよっていうような、そんなメッセージも、そして喜びも送っていただけたら嬉しいと思います。さあ、わずか20分だったのはね、本当は、まあ、ツイッターの写真も載せたんですけれども、近くの公園に下準備をしてね、そこまで行こうと思っていたんですが、とんでもない、もう玄関を出た途端に帰ろう帰ろうが始まりましてね、ああこれどっかで聞いたことがあるなっていう、そんなセリフがありました。まあ、車椅子に母を乗せて玄関からさあ行こうとスタートしましたが、駐車場からもう出て一段ちょっとガタンとなってたんですね。できるだけガタンとしないように、義理のお母さんを車椅子で押していろんなとこ連れて行った、そんな経験もあるのでね、気をつけたんですが、ね、やっぱり介護施設の中はね、おトイレもどこももうフラットでありますからね、それでちょっとびっくりしたのかもしれませんが、帰ろう帰ろうが始まりまして、そうか帰りたいんだねって受け止めながら、また玄関のところに戻ってきて、そこにベンチがあったので、そこに私は座って、向かい側には母、しっかり車椅子のブレーキをかけ、持っていったおやつを食べました。まあ、その時にこの手作りのエプロン、これをですね、リボンを半分に切ってね、縫い付けた、ただそれだけのものなんですが、なかなかこのねエプロンがガーゼでくるまれている、とても暖かいネパールの柄なんですが、もうそれを母がね、めんこいめんこいと方言なんですけれどもね、かわいいという意味ですね、もう何度もめんこいめんこいと言って喜んでくれたんです。そして持っていたどら焼き、白あんで、これは2枚ではなくてね、1枚を半月型にした小さめのもの、
なかなか指先ももうねうまく動かなくなってきている母ですけれども、それをしっかりと持ってね、おいしいおいしいと食べていました。そしてもう一つ母の大のお気に入りだったのが緑園都市の有名なラ・ベルデュールのクッキーです。これはねいただいたものなんですが、海を越えて函館に持っていきましたところ、おいしいおいしいを連発しながらですね、まあ、ボロボロこぼしてもね少しぐらいだったら外でもあるしますしね、もちろん介護エプロンもしているので喜んで食べた母でありました。やっと穏やかな良い表情も出るようになったなって本当に思います。初めての外から見る自分の施設だったのではないかと、まあ、去年の夏に札幌から函館に引っ越してきた母なんですが、妹のそばにということになったんですけれども、メガネを忘れずに今回は来たのでね、車椅子に座って自分の建物施設の看板を見ながら読み上げていましたね。私はここに入っているんだって、客観的にその建物を外から見るのもほぼ初めてだったと思います。穏やかな表情とは裏腹に小さく小さくなった母、足も本当に細くなってしまいました。向かい合って足をね、まあ、これは部屋に戻ってきてからなんですけれども、マッサージしようねと言ってね、膝から太もものところをね細い細い足をマッサージすると、突然ですね母がありありありって言ったんですね。まあアリさんの歌でも歌うのかなと思ったら、ありがたやってそんな風に話しました。ありがたやって、たくさんのスタッフさんがいらっしゃる介護施設ですけれども、スタッフさんの方から弥生さんと声をかけてくれました。私はその施設のお一人お一人のスタッフの方と家族が仲良くなることがとっても大切だと思っています。お一人お一人の母への視点というものをね聞くことができるのも久しぶりに行く時の楽しみです。声をかけてくださったスタッフさんのことを母は間違って弥生ちゃんとそして妹の名前は文江と言いますが、もう一方は文江ちゃんと呼んでいるそうです。私がスタッフさんと仲良くしているのを見ると、きっと母も私たちがいない時にスタッフさんに甘えられるのかなと思っています。私の友人がね教えてくれたんですが、介護の認知症のドキュメンタリー映画の中でね、年寄りの社会参加は甘えることです、年寄りにとっての社会参加は甘えることですって話してくれましたけれどもね、甘えることが下手で頑張って頑張って生きてきた母だったものですから、少し上手に甘えながら、私と間違ってねスタッフさんのことを甘えながら穏やかに過ごしてほしいなって思うんです。今回の散歩は20分、公園にまでは行き着きませんでしたけれどもね、また次回は妹と協力しながらね少しずつ遠くまで足を伸ばしていきたいなと思ったのでした。まあ洋裁が好きだった母だったので、その、手作りでね縫っていったその布、そしてガーゼの柔らかさ、柄の可愛さ、こんなところがきっといろんなことを忘れてしまっている母だけれども、昔の昔の記憶としてずっと洋裁をして目打ちを使ってミシンを使って縫っていた母のそのあたりが今回の手作りエプロンで蘇ったのかなって思っています。今日のスモールコミュニティのつながる翼、母との車椅子散歩20分と手作りエプロン、等身大の娘としての母とのことをお届けしました。皆様からの介護の苦労話などもぜひともお送りいただけたら嬉しいです。スモールコミュニティのつながる翼のコーナーでした。時刻は11時25分を回っています。
ラジファミ伝言版です。今日は第4週花がより、今日は3通お届けしていきます。まず最初は高妻さんの幻の二輪草です。二輪草がね、一行目がカタカナで書いているのでね、おお、何かこれはありそうだぞと思って読み進んでいきました。6月の花だよりは幻の二輪草です。上高地、長野県ですね。上高地の風景写真で森の中に二輪草の群生地が紹介されていました。一瞬その空気を吸い込んだようなワクワクした思いが湧き上がり、これだ、今だ、行こうと決めました。長い間の望みが叶いました。6月18、19の梅雨の晴れ間の2日間、上高地徳沢園泊で、あずさ川右岸を行き、帰りは左岸を大正駅まで歩きました。バスターミナルからかっぱ橋、1時間ほどで明神館。さあ、ここからが期待の花々かとガイドさんに期待しつつ進みました。ところが今年はもう二輪草は終わりました、どこにもありませんと説明され、がっくり。花が終わると他の植物が大きくなってどこにあったかもわからなくなるそうで、この辺りが群落地ですと何箇所かガイドさんが教えてくれました。隠して幻となりました。年によって多少の違いがありますが、この時節は春、雪解けから咲き始めた花々は皆終わって、これから夏の花に変わる境目だということです。ここでしか出会えないと思う花や樹木がありました。カラマツや一位の大木、朽ちる木と再生する植物、キジバト、ハルニレ、化粧柳とその仲間、大自然の森の深さを見て触れてきました。高妻さんの花だより大好きです。先輩から私学ぶと、そしてこれだ行こうとすぐに旅立つこの姿勢、自己の命をどこまでも使い切ろうとする勇気につながっていきます。高妻さん、ありがとうございます。さあ、2つ目の花だより、ほおずき市です。東戸塚ライオンズクラブ主催の第26回チャリティーほおずき市が7月8日土曜日午前9時から午後3時まで、戸塚区那瀬町にある妙法寺で開催されます。ほおずきの鉢のほか、焼き鳥、焼きそば、かき氷、飲み物、また射的やおもちゃコーナーなど内容が盛りだくさんです。日本の夏を感じにお出かけになってみてはいかがでしょうか。そして今日のラジオファミ伝言版、プレゼントなんです。リスナーの皆様にプレゼントのお知らせです。このチャリティーほおずき市でほおずき1鉢かき氷と交換できるほおずき市前売り券を6名様にプレゼントです。プレゼントは先ほどオープニングでもお伝えしたチャリティープロレスの T シャツのプレゼントと同じように、メールアットマーク fm-totsuka.com、 お手紙をね、メールをくださるのと同じアドレスです。懸命にほおずき市プレゼントと入力していただいて、氏名、住所、電話番号を明記の上メールにてご応募ください。6月30日金曜日、来週の金曜日の24時締め切り、でも先着順で6名様ですので、ね、どうぞお早めに。3つ目のラジファミ伝言版花だより、ペンペングサさんからいただきました。ペンペングサさんのエッセイをご紹介します。友達です。漢字で娘と書いて、振り仮名はその人となっていますので、その人と読みます。その人はスキップを踏むかのように石段を駆け下りてくる。まるで蝶々のように軽やかに、
その人がもっと早く歩けるのよと言うと、俺だって5、60年くらい前には三段跳びができたんだぞなどと、じいちゃんはその人と張り合う。二人はいつもそんな軽口を交わし合う。そしてその人はじいちゃんに軽く手を添え、ゆっくりペースで歩き出す。その人は生まれた時から全盲です。じいちゃんはだんだんと耳が遠くなっています。私は二人の楽しそうな後ろ姿にいつも元気と勇気をもらい、今日一日を大切に過ごしたいと思うのです。ありがとうございます。ペンペングサ。今日のラジファミ伝言版花だより3つお届けいたしました。時刻は11時31分を回っています。ラジオからこんにちは。このコーナー、ラジオからこんにちはは、病気と向かい合っているみんなとつながりたくて作ったコーナーです。応援してくださるスポンサーがいらっしゃって、この10分間のコーナーが成り立ちます。ここからは野村証券戸塚支店ほか各社の提供でお送りします。病気と向かい合っているみんな、兄弟さん、ご家族の皆さん、今日もラジオをスマホでパソコンで聞いてますか？今日もみんなからのリクエストをお届けしていこうと思います。最初はですね、初めてです、よろしくお願いしますといただいたのは、これは神奈川県立子ども医療センターのトットポストに入っているお手紙、ほのかさん、ありがとうございます。歌手名は最初わからないって書いたけど、決して歌って書いてくれて、これがねヒントになりました。あのね、実はアド歌で逆光というこの曲だと思うんだけど、リクエスト曲には日光って書いてあってね、でもどうしても歌さんの日光では見つからずに、きっとこれかなと思ってかけてみることにしたいと思いますので、ほのかさん聞いていたら、そしてほのかさんのお友達も聞いていて、違ったらすぐに教えてくださいね。それではこの後お届けします。そしてもう一曲はハピネス、愛のハピネスをお願いします。ももりんさんからです。こんにちは、暑い日が続いていますね。はい、体調に気をつけて過ごしてください。はい、ありがとうございます。愛のハピネスをお届けして、そしてさっきスタジオにいたらですね、スタッフさんが届けてくれたんだけども、またまた今日も神奈川県立子ども医療センターから、たくさんのお手紙が届いていて、今封筒をハサミで切って中を開けましたが、おお、10通以上届いていてね、みんなからのリクエスト、またしっかり読んでお届けします。総務課の杉田さん、よろしくお願いしますって付箋をね、ちゃんとお手紙書いてくれて嬉しいです。さあ、そんな中に前に届いたもので、ってここも思ってよくわからないタイトルだったんだけど、スタジオで確認したら、ときめきダイアリー、これでいいんだよね。鎌倉雅人さんのリクエスト曲、ドキメキって書いて、あ、ドキメキダイアリーなんだ、ときめきじゃなくてドキメキ点々ですね。だったらこれできっとぴったりかな。これは来週お届けします。鎌倉雅人さんは神奈川県立子ども医療センターのいろんなとこにある吉武慎介さんの絵のことを書いてくれました。吉武慎介さん、
いつも面白い本をありがとうございますって、私が代わりに、そっか、吉武慎介さんに今度お手紙を出すといいかな、私もね吉武慎介さんの見えるとか見えないとかとか理由がありますとか、もう大好きな本がいっぱいあるので ね私経由で吉武慎介さんと連絡を取ろうと思ってくれた雅人くん、来週お届けします。吉武慎介さんの本もちょっとご紹介来週しようかなって思っているところです。今日もみんなたくさんのメッセージをリクエストありがとうございます。それでは2曲続けてお届けしますね。待っていてください。今日のラジオからこんにちは。ここまではカフェコッチ、任天堂薬局ほか各社の提供でお送りしました。ラジオからこんにちはのコーナーでした。さあ最後のコーナー、福祉イベント紹介コーナー。今日はですね、認定 NPO 法人スマイルオブキッズが運営する患者家族の滞在施設リラの家、笑顔あふれる遊びと憩いの場をということで、クラウドファンディングが始まりまして、いよいよ後半を迎えています。ぜひとも応援したいと思いましてね、このコーナーでお届けすることにいたしました。目標金額600万円、5月27日に始まりまして、現在、今調べたところ、513万5千円のたくさんの皆様からの力がね集まっているということなんですが、目標金額までもう少し、ぜひ皆さんのお力をということで、クラウドファンディング、そんなに難しくなくすぐにね申し込むこと、思いがあればできるんですね。スマイルオブキッズレディーフォーと検索していただいてね、今お手元にスマホなどがある方はスマイルオブキッズレディーフォー検索していただきますとね、もう次から次とリラの家のスマイルオブキッズのその活動の詳しいことが、そうだったんだと、クラウドファンディングをしながらリラの家のことがよくわかる、写真とともにわかるという、そんな仕組みになっているんですよ。私も今ねスマホをこういうふうに下にね下ろしながら、あ、みんなの笑顔があると、そうやって見ていきますと完成イメージ図もそこに出てきますしね、ガーゼーボっていうね東屋のようなところも作りたいと、車椅子でも登れるスロープも作りたいと、楽しい小窓のついた兄弟さんたちが待っている間、その小窓からおーいって覗ける、そんな小屋も欲しいと、そんなイメージ図も見ることができます。そしてスタッフさんや利用者さんの笑顔の写真も載っていますからね。リラの家の皆様からこんなメッセージをいただきました。クラウドファンディングもいよいよ後半戦、スタッフ一同走り切りますというふうに宣言されていますね。リラの丘プロジェクト、兄弟児保育のお子さんが遊べる日陰を作ってあげたいという理事長松尾のつぶやきから始まりました。リラの家に滞在している親御さんが一息つける場にもなれればいいよねというリラの家前施設長佐伯さんの声も後押しとなり、ウッドデッキスペースの建設を目指すことになりました。野村証券さんにも相談させていただき、スタッフともたくさん話し合いを重ねて、ウッドデッキスペースの設計やクラファンの候補について協力を得ることができました。日々皆様からの応援とメッセージ、これに対してスタッフの皆様がちゃんとこうコメントするという、ここの充実ぶりということには本当に素晴らしいな、素晴らしいクラウドファンディングが今まさに進行中なんだなと思いました。
みんなでリラの丘を作っていけること何より嬉しく思っています。目標金額600万円まであともう少し。もしもそれ以上の支援をいただきましたら、ウッドデッキスペースの建設費の不足分とメンテナンス費用などに使っていきます。大切に使わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ということでね、ぜひともスマイルオープキッズレディーフォーで検索して、私もね検索先ほどしながら、現在のこの金額513万5千円ということ、たくさんの方に支援していただいていること、応援コメントなどもここに書かれてあります。もしお分かりにならないことがあったらね、リラの家045-824-6014 824-6014までどうぞ。今日の福祉イベント紹介コーナー、認定 NPO 法人スマイルオブキッズ患者家族の滞在施設リラの家クラウドファンディングに挑戦のニュースお届けいたしました。さあ時刻は11時50分皆様からのメッセージご紹介していきます。先日行われましたカフェコッチユリハープコンサートの感想が続々と番組に届いています。ご紹介します。中村先生から、平塚養護学校ね、一度見学させていただいた時、先生が丁寧に案内してくださいました。久しぶりに日曜日お会いできて嬉しかったです。ユリさんの奏でるハープの素敵な音色が聞けてリッチな休日でした。そして相浦さんのご紹介でラジオネーム平戸のひまじいにお会いできたことも幸運なことでした。斉藤先生と3人で楽しくお話できました。そして平戸のひまじいの素敵なお人柄を知ることができました。つながるラジオを実感できて嬉しいです。弥生さんのおかげで虹がかかったみたいですって、9月にまたお会いできそうですとあります。9月にも実は平塚でコンサートがあるということでね。またこれは改めてお知らせします。中村先生ありがとうございます。平戸のひまじいから、中村先生もおっしゃっていましたが、弥生ファミリア、これはひまじいの造語ですが、その力というか、このご縁は本当に素晴らしい。人と人との出会い、そしてつながり、そういう機会が生まれる、そんな世界ですね。先生方のような人たちに囲まれたゆりちゃんは幸せだなと思います。平塚での楽しい学校生活、平塚盲学校での生活が目に浮かぶようですとありました。さあそしてゆりちゃんのお母さん、マネージャーのりえさんから、たくさんの方々の応援をいただき、ワクワクするイベントができました。7月15日は戸塚夏祭り、ヤングさんにお声をかけていただき、ゆりは喜んでと答えました。ということで7月15日のイベント、ゆりちゃんのハープ、アイリッシュハープでがっつりアイルランドの音楽をということで、またこれもご紹介しますのでお待ちください。さあそして初めてこのハープを聞いたむつこさんから、その日のうちにメッセージくださったんですね。ハープの音色をあんなにも近くで聞くことができて幸せでした。初めて聞いた瞬間、涙が出そうになり、思わず下を向いてしまいました。何度も何度もうるっとしては下を向いたり目を閉じたり、涙をこらえるのには少し忙しかったです。心に響く素晴らしい演奏でした。素敵な時間を過ごさせていただき、奏者のゆりさんはじめスタッフの方々、紹介してくださった弥生さんに感謝です。ただカフェの皆様の忙しそうな様子に、何かお手伝いできないかなと内心思っていた私です。かっこ笑い。終わってから夫と話したら、夫も同様に初めて聞いた瞬間涙が出そうだったとか、嬉しい驚きでした。心の底に染み込むような素晴らしい音色演奏だったねと話しました。あの感覚は感動という言葉では足りない、心の底から体中に響き渡る、全身に染み渡る音色、心が洗われるというのが、こういう瞬間のことかと思わず感じてしまう、そんな経験でした。そんな話をしたら、どれだけ私たちは日頃汚れているのだろうと、夫と二人で笑ってしまいました。癒しの時間、父の日の素敵なプレゼント、ありがとうございます。むつこといただきました。ありがとうございます。ゆりちゃんのハープの感想でした。そして、ああ秘密のあこちゃんからありがとうございます。コーヒーとワンコに会いたいのでまた連絡しますと素敵なはがきで、坊ちゃんからは、僕は
ものすごい貧血です。貧血は元気が出なくなるのです。納豆に鉄分があるのでご飯に納豆3パックかけて食べるのです。それとお肉には血液を濃くする成分が入っているのでステーキを食べます。昨日300グラムのステーキを食べました。写真付きで先週くださってありがとうございます。それでは